こんにちは、松井塾の松井です。さあ今日はやっていきましょうということで、今日は囲い屋とはということになるわけですけども、はい、まあ、囲い屋とは何ぞやっていう話になってくるんですけど、まあ、今日皆さんと一緒に勉強していきたいね、まあ、こちらということなんですけど、はい、囲い屋、これちょっと海外のケースとか世界的なケースとかいろんなパターンがありますんで、ちょっとご注意くださいねということになります。はい、でいくつかちょっとコメント、こういうかケースをですね扱う場合に関してはですね、闇があるとかですね、闇が深いとかいうふうなんですけど、社会ね闇だらけなんですよ。日本まだマシなだけですよ。世界中闇だらけですからね。はい。ああいうことになってくるわけなんですけど、まず囲い屋とは何ぞやっていうと、生活保護受給者。いいですか。この場合厄介なのが、生活保護受給者は本当に受給しなきゃいけない人だったりします。はい。でもう一つは生活保護不正受給者、まあ、こっちの場合は、まあ、全員悪人って話になるんですけれども、生活保護を受けなきゃいけないよねっていう人たちと、生活保護を不正に受けてるよねっていう人たちが大体混ざってしまってるケースっていうのがあります。でこの人たちが、いますということなんですけど、生活保護を要するに受給の仕方がわからないとか、生活保護をどうやって要するに取ればいいのかわからないとか、そういうふうな人たちっていうのが実は囲い屋の餌食になってしまうと同時に、楽して要するにお金を儲けたいっていう人たちの要するに餌食にもなってしまうと、まあ、儲けたいって人たちを斡旋してしまうという感じになってしまうということになります。まあ、こういう人たちが、この人、下の方の人は騙されてるケースと、そいつも要するに納得してるケースっていう2つパターンがあったりするんで、まあ、様々なケースがあるということは覚えておいてください。必ずこれが答えだっていうふうになっちゃうと、カルト宗教とかにはまっちゃう人になっちゃいますんで、ご注意くださいね、ということになります。じゃあ、囲い屋っていうのは何かっていうと、これを様々な理由でお金を巻き上げるということになります。一応システム上は、家賃はこれだけまでしか取っちゃダメだよとか、ルールはあるんですが、例えば保険費用であったりとか、なんとか費用であったりとか、なぜか知らないですけど労働斡旋費用であったりとか、なんで生活保護もらってんのに労働させてんだよっていう、なんか謎、なんか労働させてて労働のやつはピンハネしてるとかいうわけのわかんない状態になったりとかするんですけど、まあ、さまざまな理由でお金をちゅうちゅう巻き上げますよと、いうふうな感じになってるというケースがあります。はい。ではポイントになるかケースなんですけど、まあ、国内のケースではケース1がほとんどですね。はい。まずケース1ということなんですが、暴力団が絡むケースということですね。まあ、暴力団が要するに、お前なんか要するに生活保護受給させたるわいみたいな感じでバーって集めてですね。で、まあ、要するに暴力でバンバンっていう、まあ、最近はでも暴力でなんかどうのこそするっていう風な時代でもないみたいですね。はい。まあ、それは東京だけかもしれませんが、関西は結構暴力的な要するにところは多かったんですけど、東京に来てから、まあ、本間もんの人に一応確認取ったのかな。いや、オレオレ詐欺の電話か、オレオレ詐欺じゃないですけど、なんか変な電話があってかかってきたんで、そいつらにちょっと確認、詐欺の電話かかってきたんで、おい、ちょっと話聞かせろよって話で、話したんですけど、そこまで暴力的だと逃げちゃうみたいですね。はい、いう感じなんで、まあ、暴力団が絡むケースっていうのが、まあ、ケース1としてはあります。で、海外の事例なんですけど、これ海外の事例っていうことになるんですけど、暴力団と宗教が絡むケース。これは厄介ですね。これはね、マフィアと要するに宗教が絡むっていうふうな話になった場合に関しては、厄介なケースというのがあります。で、まず暴力団と宗教が要するに絡み合いますよということになるんで、どういうふうになるかっていうことなんですけど、その人たちは生活保護を要するに受けてます。もしくは生活保護に関係していることをやってます。しかしながら、その宗教が絡んでるというふうな感じになるんで、まあ、極端な話を言うと、物乞いをさせるとかね。はい。物乞いをさせて、要するに、こんなに困っている人がいるんです、助けてあげてください、みたいな感じで、要するに、まあ、やる。まあ、本当に困っている人ですからね。で、その本当に困っている人たちが、要するに生活保護をもらえるはずだから、そんなことをする必要性がないっていう水準でもらっているにもかかわらず、そういうことをさせると。これが一つですね。ただこのやり方は結構バレるというか、インターネット上ではバレたりするっていうケースがあるんで、10年前、20年前には結構流行ってたかな。そうだけど、今はあんまり海外でも見られなくなってきたかなという感じになります。で、それのマイルド、まあ、マイルドと言っていいのかどうかわかんないけど、要は、例えば、LGBT に要するに、なんかこんなに困ってる人がいるんですとか、なんか、いろんな寄付活動ってありますよ。盲導犬支援であったりとか、全部が全部悪いって言ってるわけではないんですけど、そういうふうな活動で、要するに募金活動ですっていうふうなことをするための、まあ、要するに人ですね。まあ、労働力として供給されていきますよという感じになっているケースがケース2ですね。
ただ上の2つの場合っていうのは基本的にそのちゃんと勉強していれば特に被害が出さないですもん。つまり自衛ができるレベルっていうふうに言うんですね。つまりケース1の場合にしてもケース2の場合にしてもいいですか皆さん、これしっかり覚えておいてくださいね。生活保護をもらわなきゃいけない状況になる前の段階から生活保護ってどういうもんなんかっていうことをしっかり調べとかないで、私も調べてますからね。でも実際生活保護を受けなきゃいけない状況になりましたって言ったらメンタル的にはボロボロな状態になってたりとか、まともに頭考えられない状態になるから誰でも落ちるケースはあるんだけど、ある程度自衛したら避けることができるよねっていうのがケース1、ケース2の場合なんですよ。で問題はこのケース3の場合で、これがね厄介なのが暴力団と宗教とテロリストっていう感じになるんですけど、こうなってくるとこれ非常に危険な状態になるんですね。まず暴力団が要するにこういった要するに人々をこう集めてきます。で宗教活動をさせますと同時にこの宗教に対して疑問に、なんかこれおかしくないですかとか、これ疑問に思い出すやつがいたとしたら、まあ、そいつをこう殺しちゃうんですね。プシュッと、はい、それと殺しちゃうということです。日本ではあんまり見かけないですよ、はい、これあの日本で要するにいっぱい起こってますよって言われたら、あの白骨死体どっかから大量に出てこないとおかしいです、はい、白骨死体が大量に出てくるっていう風になった場合に関しては、あ、どっかでそういう陰謀が働いてるなっていう風に考えたほうがいいですよ。だから、何らかの痕跡とか何らかの要するに、原因事象っていうのはちゃんと発生した場合に関してはあるよって話、まあ、実際日本でも要するに殺されまくってたっていう話になったりっていうのは過去にはあります。今はそこまでではないです。はい、じゃあその死んだ人どうするかっていうと、殺した人っていうの困るじゃないですか。殺した人を別の人に入れ替えないといけないでしょ。死んだ人間を隠すために、死んだ人間を隠すためには死んだ人間がいなくなって生きてる人間を置き換えないといけないんで、じゃあどこの国の人間行くっていうと第三国のテロリストを要は取ってくればいいでしょって話で、ここのこいつの戸籍をこいつに押し付けちゃう、簡単に言うとね、はい、というふうなケースがあります。でここからが問題なんですよ。でこういう悪い事案がありますよ、これは事実は事実として過去ありましたよとか、こういうのは、まあ、どの事件がどの案件のことを指してるかって特定のは言わないですけど、あ、松井さん言ってるのはあれやなっていうのが大体分かってもらえると思うんですけど、あの頭のいい人はね、はい、っていうのは分かってもらえると思うんですけど、ここでね厄介なのがね、これは確かに事実なんです。で日本でもあのつい数十年前ぐらいまだ結構あったケースってあるんですよね。ところがあのこういうことがあったんです、確かにその通りです、あったんですって言って、ほらこんなに世の中は腐ってるんですって言って、そのカルト宗教にどんどん勧誘しようってする勢力っていうのはこれがいます。これ非常に厄介なんですけど、これでカルト宗教にどんどん入信させましょうっていう勢力があるんですよ。だこれが非常に厄介なんです。で私なんかからするとカルト宗教に関してこういうことがあるんで良くないんですよとか、もう演説してる時点で、講演会開いてる時点で嘘つきです、嘘つきですそれやったらそこの場所特定して誰がどうでっていうのやって警察に言って、それでも動かへんねんったら要は訴訟すればいいでしょって話だ。そうそうそう、訴訟すればいい、そんなに直したいって思ってもう心の底からあれだっていう風になってんだったら、ここでこうなってます、でこういう風になってます、今現在時点でこの施設こうです、なのに警察動いてません、じゃあ訴訟しましょうっていう風な感じとか、ここの現在時点でこうでこうなってますっていう風にちゃんと言えばいいんですけど、はい、なぜかカルト宗教はね言わないんですねこうふわっとしたなんかでこんな大変なことが起こってるんです、このままでは日本は侵略されるんですよっていうようなことを、まあ、言うということなんです。だから私が言ってるのはこの情報を知らなきゃダメだよっていうことはそうなんだけど、この情報を利用して悪用する悪人いるよって話、わかりますね、はい、だから俺も含めて基本要するに信じちゃダメねって話です。で行き過ぎた、感覚にはならない。確かに悪いやつはいる、じゃあ生活保護受給者全員生活保護不正受給しとんのか、してないって言って、してないだから生活保護いらんのかっている、いるってだからって。だから不正に受給しようとしてる人間とか囲い屋みたいな人間を排除しなきゃいけないよねって言うんですね。だからここもそうなんだけど、例えば戸籍とかを引っこ抜かれて他のやつに戸籍渡されるっていうふうなことがあると、要は国内でテロリストを要するに作っちゃう土壌になるから、だから戸籍をちゃんと要するに厳格に管理しなきゃいけないですよねってことです。わかります。だからゼロにすることはできないですよ、囲い屋もゼロにしましょうなんていうふうになるのは、ゼロにしましょうってなったら人間全員殺すしかないんで、あのできないですけど、要は
暴力団やその悪い宗教団体であったりとか、ですから宗教も全部悪いわけじゃないですよ。こういう悪事を働く宗教が悪いと私は言ってるんですよ、はい、悪事を働く宗教であったりとかテロリストであったりっていうのが活動がしにくくするようにするために法律を改正したりであったりとか、選挙に皆さんがちゃんと行ったりであったり、この法案はここの項がおかしいからこういうふうにやっていかないといけないねってことを考えていかないといけないですよって話です。スパイ防止法は絶対制定するべきなんだと皆さん言う人いるんですけど、どこの法律っていう、それはその仮に法律が作られたとしても執行されるところまでいかないと意味がないでしょって。じゃあ執行するのを妨げてる勢力はどことか、はい、そういうことをねちゃんと考えていきましょうということです。一歩一歩でしか物語は変わらないので、はい、しっかりとねいろんなこう考え方とか多種多様な要するに考え方を持って、皆さん生活してほしいなというふうに思います。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。